はい、愚痴ックスタディ第8回は京都の ASK スタジオにお邪魔してます。今回のゲストは作家の中屋敷智成さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、僕は普段屋敷さんと呼ばせてもらってるんですけど、今回も中屋敷さんと呼んだり屋敷さんと呼んだりすると思いますけど、それは中屋敷智成さんのことなんで、それでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。文字いつも読み間違えられること。そうですね。初見で友成は絶対たどり着かない。友樹かな。友樹、友王がほとんど。あ、友王、そうですよね。はい、友王さんって普通にもう決まってる感じで呼ばれてたりとかあるんじゃないですか。あると思います、ね。ほんで、その時は友成ですって。そう、修正して。言うんですか。中屋敷さんは、こんな感じで、その、なんていうのかな。まあ、ちょっとポーっとした感じの。自分でもしてるタイプやとは思います。ポーっとした感じの、まあ、優しいお兄さんっていう感じに見えるんですけど、もう作品はね、すごくこう、ダイナミックなって言ったら言葉がちょっと簡単すぎますけど、それも後で言葉で言えたらいいかなというふうに思ってるんですけど、結構激しいっていう手もちょっと違うし、色と形と線が、対話をすごくしてるんやけども、もう、格闘するような対話を画面の中でわーっとやってるような、ライブでそれを見せつけられてるような衝撃があるタイプの作品で、で、このね、いでたちというか、見た目の雰囲気と、だいぶこうギャップがすごいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ実際ね、こういろいろ喋ったりとかしてると、もう結構まあかなりしっかりした方なんで、実は、その辺はあれですか、性格的にはやっぱりおっとりしてんなとか、おとなしい性格やなっていう感じはしてるんですか？そう、見た目そんな風に見えるだけで、まあ人間やからね、いろんな部分はあるでしょうけど。うん。まあ、けど比較的、ぼーっとしてる。ぼーっとしてる。自分で言ったもんました。作家やっていく人って、どっかある種の腹黒さというか、狡猾さですね、みたいなのが必要やと思うんですけど、その部分でしっかり持ってはんなっていうふうに、これ褒め言葉ですけどね、ないとこんなに書けないなっていうふうに思うんですけど、ね。まあ意識的にせんとあかんねやろうなっていうふうに思って、こう、無理に。頑張ってやる。ほっといたら何もせえへんので。ほんならもともとはやっぱりこう、おっとりした性格というか。うね、もうほっといてもこう、みんな拾ってくれてわーわーやってくれるんやったら、このままでいいんですけど、やっぱね、自己プロデュースも多少していかへんと生き残れへん世界やから。ほんで頑張ってやった上で。無理に。まあ、できてるように見えるんですよね。すごくできてるように見えるんやけど。皆さんめっちゃ活躍されてたら、こう、あ、僕もちょっと頑張らな、みたいな感じで。あ、そんな感じ？はい、そうですよ。うまく撮ってるから言ってるんじゃないですか。ほんまにほんまに。ほんまに。中屋敷智成さんといえば、一番やっぱり、今は抽象が画面の中の色と形と線の、こう、せめぎ合いというか格闘というか対話というかそういうのでこう作られてる感じがするんですけど、ちょっと前のねスタイルとしては虹の作品がやっぱり強烈に残ってる人が多いかなというふうに思うんですけど、その虹に入る前の段階っていうのはきっとあるんですよね。子供の時から虹みたいな絵描いてるわけじゃないからないですよね。ないです。もともとはきっかけというか。そうですね。もう子供の頃から、なんかお父さんにもらったメモ帳みたいなのにひたすら、電車が好きな時は電車とか、動物が好きな時は動物ばっかりとかを書いてる。普通にその見て書くっていう感じなんか図鑑とか見て、結構うまく形が取れてて、うまいなって言われたりするタイプの子供やったんですか？そうですね。子供の頃はひたすらなんか写実的なことが書けることの方に喜びを。はい。で、うまいって言われる。そうそう。言われることに快感を覚えてたっていうか。そこでね、道を踏み外したり、この世界に入ってきた人が、多い業界ですけどね。はい。で、どっかで本格的に美術に入るってなった区切りというのは、記憶として残ってる部分ってあるんですか？マティスの絵を初めて美術館で見たときに、日本のそうです。なんか、誰でも描けるやん、こんなもん、みたいなぐらいで、教科書とかで載ってるぐらいでしか見たことなかったものを、初めて生で見たときに、これはすごいって、なんか、初めてなんか写実的とかそんなんとかではなくて、うんうん、絵としてなんか、はい、あこれはやばいって。それいつ頃なんですか？大学生って美大入ってからですよね。はい、そうです。それまでは、うん、美術の専門としてやってたけど、うん、やっぱりその時はまだ写実というか、まだ手探りで自分が本当に何をしたいかもわからなかったから、はい、もうこの美大出てるけど普通に就職するかもしれんしぐらいの感覚でいてて、マティスを見て、うん、うわこんな絵描きたい。マティスが白黒の動画なんですけど、うん、描いてるところがあったんですよ、うん、なんか今それ YouTube で探しても全然そんなに出てこないんですけど、ね、それ見たはずなんですけど、はいはい、あると思います。描いたらあと気に食わんかったらすぐ消して、はいはい、あ描いてまた消してってやって、うん、あこれそんなすんなり出てきてるもんじゃないんやって思った時に深いって思って、なるほど、何かを悟った瞬間があったんですね。うん、その前までは作家になるなんて考えてなかったから、うん、もうスタイルはもうめちゃくちゃでした。うんうん、こんなん真似してりこんなんしたりとか、いろいろ。でそのマティスの絵でこんなん描きたいと思った後っていうのはそこから急に虹の絵描き出したわけじゃない、ね。そうですね。なんだかんだ言いながら、うん、いきなりそこにたどり着けへんので、すごい写実的な写真のような絵を描いてる時代とかもあったりしました。でもう学生の時に虹のやつが出てきたんですか？いや、あれは大学出てからですね、うん、けどここでまた僕がのんびりした性格で、うん、こう今の人らって大学出たらすぐにもうキャリアスタートって感じで、うん、大学中からね作家スタイル確立して動いてるじゃないですか。なんか僕はこれじゃないかもしれへんやんっていうのがあって、あまりそこにたどり着きたくないな、はい、はい、早くに自分のスタイルを固めてしまうということ。遅咲きでもいいから、はい、なんか自分が本当にやりたいことを見つけるまでこう、はい、右往左往しながらこう、うん、人にはスタイル変わったねとか言われるかもしれんけど、なんかこう自分でちょっとずつ一歩一歩確立していって、うん、自信つけたものを出していきたいと思ってたんで、その時は結構本当にいろいろやってはったんですか？具象であったりとか抽象的なもんであったり。けど抽象はいつかたどり着きたいなと思ったけど、抽象にたどり着く意味が自分の時にはまだ見出せなかったんで、まずは具象からやと思って、アカデミックなかなりわかりますわかります。なんか巨匠の展覧会とか見ても、例えばポロックとか見ても、なんか昔はこうこんな言い方したらあれですけど、なんかあんまりうまくないような絵とかこう描いてるとか、いろんな人のなんかねステップ踏んでてこうやってるんやって見た時に説得力あるなって思って、でしかもポロックなんか言うたらオールオーバーでポーリングしてる絵なんて4年ぐらいしか描いてないんで、その後まだ違う絵描いてっていうかを考えてたら、まあ作家ってこれぐらいの方がいいんかなっていうふうに思って。じわじわといろいろやって、その具象風景みたいなの描いたりとか、その生物的なものを描いたりとかっていうのをやっていく中で、題材の一つとしてまあ虹のある風景、うん、風景の中に虹がドーンと立ち上がってるような作品を作ってみたっていうことですね。その時の手応えが他とちょっともう違うというか、他よりもよりこう激烈なそのインパクトというか自分の中にもあったっていうことなんですかね。そうです、うん、でもその虹をなんとなく描いたわけじゃなくて、結構その虹描くに至る前の出来事というか、ね、その前に僕写実的な絵描いてたんですけど、うんうん、僕実は色覚異常で色わからないんですよ、うんうん、そこもすごいなと思う。だから写実的な絵描く時、友達にここ何色ここ何色ここ何色って聞いてメモして、うんうん、それを塗ってて。これやってられへんなってここら辺から紫がかんねんって言って、それを自分では分かってないけど、そこら辺から紫にとかってやってて、これ色覚異常の人がやる絵じゃないなってとなって、うん、でそこでマティス好きなのを思い出して、うん、またマティスって緑色の線の、うん、人とか、あえてもう人の顔やのに緑入ってたりとか、色めちゃくちゃなそうめちゃくちゃでそっちになんか戻ろうみたいな形で、もともとその緑のもんには緑を塗ってっていう風に、うん、そのある程度その再現させてたんやけど、それはもう無理や、違うなっていう、ね、違うなと思って楽しくないし、はいはい、ってなって、そうですね、合わせていく、わからないものを合わせていってて、結果も自分では確認できないっていうことありますもんね。うん、でもう人それぞれのこう見てる知覚っていうものにもう自分は描こうっていうふうに切り替えて、はいはい、うん、もう色はもう間違ってても誰にも注意されへんような絵にしてしまおうと思って、うん、造形教室で子供たちに教えてた時に、うん、なんかこうもう視界いっぱいの虹がドーンと出てきて、うん、それはあの実際の風景の中に、実際の風景で子供たちと一緒に見て、うわー何こんなの見たことないっていう虹を見て、その衝撃でこう描きたいと思ったんですけど、虹を再現したいっていう気持ちではなかったんですよ。その衝撃をなんとか絵にできへんかなと思って、初めはグラデーションとか、これただの虹の普通の絵やなってなった時に、試行錯誤してもうやけくそでベーンってやったら絵の具がベチャってなった時に、ビヤッとこれだってなって、それを絵に起こしてやったらちょっと手応えがあった。なんかすごい風景見た時に、もう風景がもうすごいから、それをその通り再現して描いたところで、それはなんか再現できてない、本当の意味で再現はできてないんですよね。あの風景がそこにあるっていうことは、それを見てる人間がいてるっていうことで、捉えたからそこに風景があるわけやから、その捉えた本質、なんかうわーって思った本質って、そのビジュアルだけのもんじゃないんですよね。結構試行錯誤が。それまでテストで何回もいろんなパターンをやったけど、うまくいかへん、あの衝撃とはなんかちょっと違う。それはそういう意味では再現できてないっていうのがあったんですよね。うん、で人には爆発してるとか何やかんや言われたけどなんかけどこれやっていうバンってやった時にはで、実際見た人たちもなんか思い思いにこれを見たらなんか子供の頃思い出すと、こんなんなんか見たとかいろいろ言ってくれるんで、あ、絵ってやっぱこういうことかなっていうふうに思って。まあ衝撃的な絵ですけどね。虹が、ほんまに虹の色をしてるというか。けどあれもね、僕オレンジやと思ってたらこれ茶色かかった黄色やでって言われてる。まあでも色もね、色覚異常とかなんとかってあるけど、実際に僕が見てる青が、青と感じてるその青いと思ってるものが、他のね、人が見た時に同じ青みを感じてるのかって、ほんまにこれって一生分かれへんやんって思ったことあるんですよ。だから、なんか屋敷さんの捉えた色を再現した時に、感じ方として違うものを見てるんやなって思った時に、それはどういうことなんやろって思ってまうけど、よう考えたら他の人でも同じような青みを感じてるのか言ったら分かれへんから、それこそもう手放してしまうしかないというか、委ねてしまうしかない部分かなというふうに思うんですけどね、色に関しては。そうですね、それは経験とか文化、国が違ったりするだけでも、個人でも違いますしね、個人で全然違うと思うので、でその虹の作品、僕も屋敷さんの虹の作品見たときに、なんかどえらいもん見せられたっていう感じがしたんですよ。なんか、風景をね、描いてるんやけど、かなり円形の風景で、小さくね、その人工的なものとか、その僕らが普段目にしてる風景って小さく描かれてて、やたらとその虹のスケールっていうのが、でかいんですよね。その作品自体が小さいやつももちろんあるけど、もうその比較で見るから、とてつもない、巨大なものを見せられてて、で、それって言うたら、僕らが太刀打ちできない、その自然のあり方というか、自然ってね、なんか優しいもんとか癒しみたいなもんばっかりじゃなくて、それはもう容赦ない部分の方が僕は多いかなっていう思うぐらいで、そういう人知の及ばない、なんか善悪とかそういうのを超えてしまってる巨大な力というか、そういうものをガーンって、こう、でっかい拳でこう殴られてるような感じを受けるというかね、これ表現、ちょっとあれだけど、それぐらいの感覚で、で、あと、まあ、物捉え方、知覚とかそんなも含めて、なんか感じてもらえたらな、みたいな感じで作ってました。そういうものを見せられてるとかね。だから、屋敷さんが作り出したすごいものを見てるっていうよりも、屋敷さんの絵を通して、本当はどえらいえげつないこの世界というか、人間はたまたまちっちゃく生きてるけども、それ以外のものの凄まじさみたいなものをこう画面を通して虹を通して伝えられてる感じがして、今もそうなんですよ実はね。そういう感じがするんで、そこをダイレクトに捕まえるうまさというか、そういうのにすごく長けてるなっていうふうに思って、この人は恐ろしいなっていうふうに思うところなんですけども。そのでも虹の作品を結構たくさん作られてるんですけど、ちょっとずつ違うんですか？そうですね。まあ一応いろいろと試行錯誤とかは当時はしてたんですけれども、ある時気づくんですね。何に？1個目を超えられない。これもね。まあ言わしてもらうとわからないですけど、客観的に見てたらもう自分的に全部すごいなって思うけど、いやそれぞれすごく自分の中で納得してるから出してるんですけど、まあけど心のどっかで1個目を超えられない。みんな思ってるやつ。一番最初のこの中で完璧なものをぶち込めてない技術的に未消化な部分がある1個目が、超えられない。それはもうみんなおーってだと思いますけどね。何なんですかね。発見とかもいろいろ含めて、その時に生まれたことがやっぱ大きいんでしょうね。なんか下手くそとか関係なしに。ほんなら技術的なもの以外の何か、重要なものがあるっていうことですよね。作っていく方としてはもっとうまいことできるように なっていきたいと思って、もっと、次の作品もっとうまいこと、もっとうまいことって同じシリーズで結構続けていくわけやけど、その一番それができてない状態の最初の一点っていう中に実は一番多く入ってたものがあるっていう。だから多分技術じゃないんでしょうね。まだ知り得ないものに、こう、踏み出した、なんでしょう、息遣いみたいなものとか、かけたものというか、そういう痕跡がどっか残るんですかね。それって本当に残ってるんですかね。自分で、やった記憶があるから、それを含めて見てるのか、本当によく見たら画面の中にそれって存在してるもんなんですかね。だけど実際にこう、今ちょっとゲストハウスさんのところのに、フロントにその絵が飾られてるんです。はい。ですけど、だから見に行くことができるんですけど、見た時に、やっぱこれすごくいいって、屋敷さんは思いますね。そうやって人が見た時にも思うと思いますね。やっぱりなんか違うものがあるなっていう。なんか違うんですよね。それでずっとできたら。それでずっと生きてたら今も虹もしかし描いてるかもしれないです。あ、そう。展開の話ですね。気づいちゃったっていうことで、でもちろんね挑戦がそれぞれあるから。同じ作品ばかりにならないですもんね。なんか、それぞれになんかいろんなもの試してやるから、その時の良さはきっとあると思うんやけど、そうですね、それは。で、1点目にあったようなものも、どっかで挑戦してやってるから、他の作品にもきっとあると思うんですけどね。でも、ほんまに虹を描いたことない状態から描いた1点目は超えられないということに気がついて、で、そこで、こう、何ができるんやろうっていうふうに考えてるときに、あえて虹外してとか、イメージをこう、ちょっとずつ消していこうっていう。虹描く人やって思われてるけども。そう。なんか逆にそれが足かせになり始めてきたっていうことがあって、ちょっとイメージ払拭して違う絵をって言って、試行錯誤してって、いろんな絵を描いてたんですけど、けど、マーブル的な仕事っていうのは、ちょっと使えるなって思ったんで、それはうまく、今も作品として残したりしながら、けどそればっかり一辺倒やと、またそれのイメージがつくからっていう、ちょっと一つの、メディウムの使い方の一つとして、で、絵の具だけでもうひたすら描くだけの絵とかも、形がそうですね。筆だと筆でこう使うだけの絵も描いたりとかしていく途中で、なんかこんな絵を描きたいっていう思いがあって描いてたのがあったんですけど、なかなかうまくいかなくて、何回もそんなやり直してたんですね。で、その時に、たまたま、マスキングテープで、こう、後でそこ書こうと思って、さっき周り書こうと思って、マスキングテープをしといて、周りを書いて、じゃあ実際書きたかったとこと思って、マスキングテープ剥がして、コーヒー飲んでみたら、あ、完成してるってことに気づいて、見せたいとこ書かなくていいんやっていうことに気づいたんですね。見る側の想像でここも真っ白で補えるぞって思えて、そこからマスキングテープ虹の次に来たこれはなんだとか思って今までは結構まあ埋めてたんですね、端から端まで色を、けど余白としてではなくて、絵の一部として使えるってことに気づいて、それでなんか余白とか使いながら絵を描くようになったんですね。でその途中でテープを使ってまた絵の具バーってやって剥がそうとした時に、今度は剥がしたくなくなって、黄色いマスキングテープ、そうです、その上に乗ってる微妙な絵の具とかの形がいい、テクスチャーと色の状態っていうのがこれでいいっていう瞬間もあったんですね。でけど剥がさんかったらあかんでしょと思ってまあやっぱ500年ぐらい残したいっていう思いで作ってるからけどよく考えたら、西洋の絵画とか結構ね、キーファーとかもそうですけど、ぐわってゴミとか貼ってたり、いろんなものあるなって考えた時、日本人ってこう工芸的に仕上げようと しすぎてる意識があるんじゃないかなと思って、これはもうこれでいいやっていう風に開き直って、剥がれんかったらいいっていうでその時からマスキングテープだけではなくメディウムに変わったっていう、マスキングテープね、貼って、形をマスクできると、まさにマスキングの、覆い隠して、剥がした時に、貼った形とかね、が、綺麗に出るっていう役割もあるけど、剥がした時に、上に乗ったやつがなくなって、こう時間を底をするというかね、逆戻りできるような装置としても使えるっていう意味では、結構、時間の問題も含んでくる素材やねんなっていう。それ絵の具も拭き取れば、まあ、戻りますけど、そういうのも。けど、絵の具って拭いたら、あ、やっぱ良かったと思って戻せないでしょ。でもマスキングテープね、剥がしてね、あ、やっぱあった方がいいって戻せない。言って。そうか、アンドゥリドゥができる。そう。場合によっては剥がした、この色ついたのいいなと思ったら、ちゃうとこに貼ったりとか。すごい。ワープもするというね。そう、ワープもするんですよ。すごいですね。なんか超能力みたいな。そう、時間軸がまた違うところに移動もできる。場所移動もする。できる。ある時は、色を置いた上にテープを置くと、透けて見えていることも、そこでレイヤーっていうところの、すごいなんか複合的で重層的な。そう、物理的に見てるのテープやけど、見てるのはその裏の色見てるとか、あ、こういうこともできるんや。だから、パースもここでちょっといじれるなとかって思って、これはいいぞって手に入れたんですね。誰もやってへんしそうですね、屋敷さんみたいな使い方は誰もしてない、マスキングテープはみんな使ってますけど、変えた上にマスキングもあるんですか？そうです。で上から変えて剥がしたら、そこだけ前に変えたやつが出てるっていうのもあるんですよね。最初期に言うと、もう虹描いてる頃にそのような作品を作ってたんですよ。マスキングイン、その時はマスキングインクで。マスキングイン、絵の具置いてマスキングやって、また色やってって言って剥がしてとかってやって、そのレイヤーがこう出るっていう、する作品が出てる。いや。あ、ここで。編集させてくれ。で、それをもう一つの忘れてたんですけど、ちょっと戻って。で、しかもマスキングインクって結局筆で描くから、コントロールめっちゃ効くんですよね。だからうまくできちゃうんですけど、マスキングテープっていい感じに不器用にできるので、ちょっと自分を超えてくれるっていうか。自分の手癖とか手技だけのもの以外の要素が入ってくるから、それをコントロールしたりできなかったりっていうのの兼ね合いでやってる方が、自分の手だけで作れないものができてきますよね。うん、で場合によっては塗ってから剥がすってけどここ剥がさないとかもできるし、場合によっても意図的にここはもう絵の具のように使うとか、線として使う、線として使うっていうことも、今ねでも技法的な話してるじゃないですか、でも僕最初にちょっと言うたけど、屋敷さんの絵ってね、なんかほんまに画面の中でものすごいこう大激論してるようにも見えるし、どつき合いしてるようにも見えるし、素材同士がね。でかといってその荒くれた混沌としたものだけじゃなくて、ある種の調和がギリギリのところであって、でそのなんかスリリングな感じっていうのを常にこう受けるんですよ。虹の時もそうやけど、特に今の抽象になってからあるスタイルがあるっていうふうにも感じなくて、屋敷さんの絵っていうのは分かるんやけど、画面によってその喧嘩の内容が違うというか、対話の内容が違うというか、常にこの画面の中ではこういう喧嘩をしながら調和しながらこうなんとかギリギリで保ってる、また違うこと言い争ってわーってなってなんとかこう画面保ってるっていうのをもう一個一個でこう別の味が楽しめるというか、そういう作品になってると思うんですけど。それこそ虹描いてる時はこの、自分が色わからんっていうものを武器に変えて色の知覚をこう追求してたみたいなところあるんですけど、けどよく考えたら色だけじゃなくて、今目の前にあるもの、例えばここ見てくださいって言ってもそれぞれここ見るかもしれんしここ見るかもしれんしって、色だけじゃなく形もそれぞれの経験で見るところ違うぞって思ったんで、そのテープとか使い出したぐらいで、こう色だけじゃなくて形、コンポジションとかをうまく使って視線が一定にならへんようにっていうのを意識して、場合によっては余白を見る人もいれば、絵の具ぐちゃってなってるとこ見る人もいればっていうふうに、こう動線が一方通行ならんようにっていうのを、なんでコンポジションっていうかそういうのが結構重要になってきたっていうか、結局色だけじゃないなっていうのに気づいて、その画面の中の出来事を結構やり取りしながら調整してるというか、調整では済まないぐらいの、激しさというかね、強さがあるんですけど。そうですね、なんか自分でも「なこれ」っていうふうにこの下にこれ来るかみたいな、そうですね、発見が驚きがあるんですよ、その発見というかね。なんかパターンでも決まらなくなってきたんで、ああこうなんねやとか、かなり制作中スリリングなんじゃないかなっていうふうに見てて思うんですけどね。前より描くのは楽しくなりましたね。そういうライブ感というか、駆け引きの勝負というか、そういうのを、確かにすごくやってはるなって感じて、それが喧嘩っていう言葉になったりとか、殴り合いみたいな感じに見えるんやけど。けど、書いてる時、意外と静かなんですけど。あ、そう。静かっていうのは心が？いや、心っていうかね、結構一歩一歩が遅いっていうか。シューッと淡々とやってる感じ。淡々と、とか、あと、時間っていうか、手数なるべく最近は少なくしたいなと思ってるから、だって作ってるんではなくて、たって置いてじーっと見て、こうかな、ぐしゃぐしゃぐしゃってやってみたりとか、行って引っかいたりとか。ああ、そうか。別にそれこそボクシング海外じゃないけど、ガンガンにベチャベチャベチャってやってるわけじゃないんですね。なんか衝動でいくと結構失敗するんですよ。そう、逆にそうな。なるべくこう一歩一歩見ながら描いたり、けど場合によってはもう1日で出来上がる時もあるんですけど、今はなんか一応自分が見たものをきっかけには作ってるんですよ、今でも。そうなんですか。モチーフはあるってことですか？そうです。ただモチーフ、別になんか富士山とか象徴的なものとかではなくて、日常的に歩いてる時とかに見える変な溝の形とか、なんかそういうなんか何これビジュアル的なモチーフとしてやる。そうですね。単純にこう形面白いなって思うものをなぶり書きでこう、そうですね、これとかメモしてる、メモ代わりに書いてるんですよ。それをたくさん作ってて、ただもう何を書いたかすら覚えてないっていう、純粋に線の形として面白いなって。で場合によってひっくり返って見てて、あれこれ面白い何書いたかも覚えてへん、あれかなとかって思いながら、けど何を書いたかもどうでもよくて、純粋に自分の書いた形からなんかこうインスピレーションを得て形作っていくので、もう書いてる途中で上下逆さまとか横になってももう全然問題なくて、純粋に形色けどなんかレイヤー奥行きは一応意識して作ってるんですね。そうなってくるといい形でもう絵に集中できる、絵を作るってことに集中できる、画面の中に置いて引いてめくってっていうことに集中できるっていう感じ、その果てにできてくるものが自分をが見ても「なんこれ!」ってなった時は成功かなって。これなんか思ってる通りに整うとなんかちゃうなってなって、作ってる過程で「うわめっちゃおもろい何この絵」って客観的に思えた時は、あ、成功したなっていう。何によって何この絵ってなるのなんでしょうね。これはもう経験上のもんなんですけど、やっぱ超えるですね。その虹の時もそうですけど、自分を超えた時にいい虹の絵ができたみたいに、うわいいのができたっていう感動と一緒で、今もちょっと抽象的な作品になっているけど、なんか超える瞬間があるんですね。いわゆる抽象画みたいなものってあるじゃないですか、ね。いや、あるっていうか、まあ絵の具の色と形と線 の配置でいい感じにできてる作品っていうのは多分あると思うんですよ。作れると思うんですけど、でそういういわゆる抽象画的な抽象画を超えていくというか、絵の具は見たことありますよ、もちろんね。でその出てる絵の具の混ぜ方、混ぜてると言ってもどっかで多分その色は見てるかもしれないし、筆致なんかもね、筆で描いてる筆致やから何使ってたとしてもまあ見たことあるものがあるんやけど、でもこれに対してこれを持ってくるとか、ここにこの線をいきなりこの線引いてくるみたいなのが、常にね、屋敷さんの作品見てるときは、そう来るか、みたいな。だから、なんやこれって言うて、わけのわからんもの見せられてるっていうよりも、この上のバランスに対して下にこれを持ってくるか、みたいなの、なんか革命が起こってるみたいな部分っていうのが、もう、すごいなっていうふうに感じるんですよね。だけど作ってるときそれは意識してるので、ちょっとこの上のバランスにこれ、変やけど、これは変加減がいいなとか、変加減がいいんですよね。ただ変なもんってね、ギャーってやったら、それは何でもないものができてくるけど、それはただのぐちゃぐちゃなもんであって、見たことないけども、ある種の調和があるというか。そう、多分そこが時間かけて作ってるから、ちょっと思考の形が見えたりするところと、このぐちゃぐちゃの変なバランスが逆に居心地がいいみたいなとか。単純にその、不快なもんであったりとか、ただただ汚いもん作ってもしょうがないなっていうふうには僕は思うんですけどね。かといって、よく知ってるような美意識でできてる、ふわーっとした模様みたいな、抽象画って、まあ、いいかもしれんけども、まあ、面白いかどうか言われたら、どうかなっていう。どっかの既視感みたいなとか。そうですね。まあ、単純に、衝撃がないとか、面白さを感じないというか、ワクワクしないというかね。で、あと、今は、絵画、がずっと突き詰めてきた奥行きとか、そういうのもなんか絵画の中の、まあなんていうんですか、レイヤー地と図とか、そういうのとかも意識してやって、意識はしてる。はい。で、もともとちょっと虹とその今のスタイルに行く前に、マスキングテープで抜いた線とかの形を結構頑張って作ってた時に、逆遠近法とかそういうところに結構興味を覚えて、アジアの絵ってめちゃ面白いなとか、洛中洛外図とか、位置関係めちゃくちゃやのに、なんかどこも一緒やのに、けどこれが人間の感覚に近いなとか、そういうところを、面白いなって思った時に、俯瞰して同じサイズやのに遠近感違うっていうのはあるけど、これが重なった時に、なんかどっちが前後が分からへんけどっていう絵って描けへんかなっていうふうに思って、こういう絵が出てきたりとか、この格子状っていうか、なんかこの状態で前後が分からないような絵を作れないかっていうのを追求していくうちに、どんどん具体的な形はいらなくなった時に、ちょっと抽象的になってはいるけど、そこは残しているっていうか、だからそこでテープの下に絵の具があるとか、そういう風な、で、あと余白が図になってるとか、で、が結構重要になってたりとか。で、余白のところも初めはこう地塗りしてるものだったんですけど、うん、下地いらなくないかな、うん、朝のまま朝地がそのまま絵になったらこれはまた面白いと思って、うんうん、朝地のもので描いて、うん、布の部分が絵になるようなものを作ったりとか、うん、だったら木目でもいいかなってパネルで試してみて、絵の中のレイヤーを結構意識したりとかをしてます、うん、ぼーっとしてる言うてるけど試行錯誤のテレンテクダが結構的確というか賢くこれやってあれやって見つけてこれやって失敗してでもこれやったらうまいこと言ってっていう風にされてるなっていう風に思いますね。聞いてたらなんか不器用なんでなんかある種の器用さがあるんかな。いや逆に不器用なんですよ。あ、そうなんですか。不器用やから順序順立ててこうこれやってあれやって知っていくっていう一気にワープしてこれっていうのが出てこないんですよ。なるほどね。まあ、ワープのその距離の問題っていうかね、歩幅の問題だと思うけど、うん、その一歩違うところに行ってしまう人もいてると思うんですけど、うん、その一歩一歩はちゃんとこう、後にうまくいかへんことがあったとしても、うまくいくことがあって、ちゃんとこう取り込んで、実際に虹を見つけて、それに端的するだけじゃなくて、他のことも手を下していって見つけていくっていうのは、まあ、本人は不器用って言うてるけども、なんでしょう、着実なんかな。そういう点ではそうですね。だから、うん、写実的なものを描いてる時からいつか抽象に行く、うん、そうですよね。言うてましたね。自分でそれが、うん、ここなってきた時に抽象って一言で呼ばれるのもなんか一応やっぱ、ね、見たものから言ってるから具象といえば具象だしっていうそうそうそう、それもあるけど形的にはここら辺にたどり着きたいなっていう意識は思ってたけど、うん、そこにたどり着く理由が分からなかったので、うんはいはいはい、それを着実にこう。そうですね。着実ですよね。到達してるなっていう感じがしますね。探して出てきたっていう。うんうん、ね、具象あるじゃないですか。2時以外の。はいはい、あれっていつ頃のやつなんですか ?2008 年とかかな。うん、ぐらいですか、ね。それっていうのは、2時の結構たくさん、一番ありますよね。2時のスタイルの作品って。うんうん、それの、前にやってはったんです。その同じぐらい同時期にこういうのもやってっていう2時ばっかりじゃなくて、はい、で書いてはったんです、ね、試行錯誤してる時の一つだったんでね。2時も書きながら、うん、あ、うん、でも2時ある程度こうブレイクしてたくさん作ってはるじゃないですか、うん、その時も同時に試行錯誤もしてたっていうことですね、うん、なんか次を探そうって思いながらやってました、うんうんうん。具象もね、その通り書いてないというかね、うん、なんとなく癖があるんですよ。で、その癖のあり方みたいなのが、まあ、純然と画面全部具象書いてることってあんまりなくて、虹もそうですけど、うん、虹の部分はもうえらいことになってますけどね、ちょこちょこってこうね、風景が書かれてるけど、他の具象もね、何か庭が書かれてあるように見えても、うん、上の空間がおかしかったりとか、うん、一個一個の、陰影の付け方がおかしかったりとか、おかしいっていうのはいい意味でね、それも、こう言うと頑張って狙ってやってるというか、普通に書いちゃうと書けちゃう人ですよね、きっと。だいぶ書けちゃう、ね。だいぶ書けちゃう。うまく書けちゃう。書けちゃう。ですよね。だからあれをやってるっていうのは、それもね、だから、うまいことやってんな思ったんですよ。なんか影を描かんようにしようとか思ってましたね。それはそれこそ先の話戻るけど、アジアの絵って影がないっていうのとかも、陰影がないとかも、そういうのも引っ張られて、うん、その方が面白い絵が描けるなっていう、うん、魅力がありますね。妙なね、中屋敷さんの具象の描写の魅力のある癖を感じて、なんこの人って、それ虹がもしなかったとしてもこれだけでもすごいなっていうね、ある種の具象のスタイルとして、うん、具象っていうか、まあ、具象でも結構空やばかったりとかね、うん、あるんや。虹以外の空もやばかったりとかあるけど、うん、その手の下し方もうまいなっていうふうに思いながらね見てたりするんですけどね。まあそれをやるっていうわけじゃないですよ。今のやつで十分すごいんですけど、ちゃんと描かないがゆえになんか見たことないようなイメージがそこにあるという。具体的なものというのは分かるんやけど、花とか庭とかバケツとかって分かるんやけど、写実的にそのまま写真のように写しとったもんじゃなくて、屋敷さんが描いた絵の具を使ってこう描かれた、絵としてのもう画面の魅力に置き換わってるというかね、うん、そういう点での画力というか、画才ってね、ほんまに昔のパイプ吸ってる画家が言いそうな言葉やけど、絵の才能ってそこかなとも思うんですけどね。その変換フィルターがいかに魅力的かっていう部分が、うん、その人が画力を持ってるかっていうことだと思うんですけど、そのフィルターが、わーっていろんなことやってる絵もあれば、すーっとこう染み込むようなね、筆致で持って描く能力もあんねんなっていうのも、恐ろしさの一つなんですけどね。見たものがみんなが一方通行にそれにしか見えないとかってはなりたくないなと思って、なんか硬そう、柔らかそうとかがもう全部混ざってるような。そうですね。つかませないところが。明るいけど暗いとか、なんかそういう風なのが全部混ざってるようにしたいなって、この一つのイメージ、怖い絵やなで終わりじゃないみたいな。そうですね。複合的ですね。複合的。いろんなもんがありますね。そういう風な絵を描きたいなっていうのは、ずっとありますよね。今よりそれが出てるのかなっていうのが。雨の表現も何個かありますよね。あります。雨って言うてまうけど、あれは雨、よう見たら色すごいから雨じゃないんやけど、画面の一番こっち側に色の線がバーって通ってるだけなんやけど、まあめっちゃ雨降ってるやんみたいな感じに見えるけど、あれもようやりましたよね。あれはもうもろ広重とか、黒の線で雨を表現したっていうのも、今は普通に思ってるかもしれんけど、あれは当時は多分斬新だった。そうですね。もう黒じゃないですしね、雨はね。むしろ透明。そう。で、なんかすごいなって、この線やん、これ。うん、線ですね。で、これが線で、ここに虹みたいに色がいっぱい入ってたらどう見えるんかなとか。と思ったんですね。思ったんですね。そこに到達するのが、すごいで、どうやったらいいんやろうって、その時は注射器で。あ、注射器使ってね。垂らした。引いた線ではなくて、垂れた線なんですね。垂れた線です。で、いろいろやってみたりとか。手の下し方がやっぱり、やりよるなっていう感じのことやるんですよ。この頃はもう何人か虹を超えるもん作らなっていうのが、頑張ってた。自分では、まあこういう時代もあったなぐらいのもんですけどね。この雨ってね、その全部平行な線だけじゃなくて、ちょっと角度変えてるやつがあるじゃないですか。こう、ちょっと、だから線が交差してるやつがあるじゃないですか。こう、すごい浅い角度やけど、で、その場合って普通にやったら、こう、ある線に当たった時にその線にずっと伝っていっちゃうと思うんですけど。絵の具で垂らしたら思ってる以上に、言うこと聞かないですね。凹凸に左右されるというか、特に、そうなるともうこうしたいのに、こう急にこっちに、こうその線と平行にというか、横に並んでずっと行ってしまうと、もうイメージと違ってくるわけじゃないですか。うん、で、そうならへんようになんか工夫したって聞いたんですけどね。一回線作って乾いた上に、もう一回メディウムを塗って、フラットなものを作って、で、角度変えてやったら、そこを通過した時も左右されないで、そのまままっすぐ進んでくれるっていうのをやってるんですよね。まあ、それも試行錯誤があったんかもしれへんけど、やって何とかする、その創意工夫の割と好きな方でもあるんですか？もう何とかひねり出してるっていう感じですよ。まあ、相性とか考えてるだけですよ。そうなんです。だから今もテープ使ってるけど、油絵の具の上にはテープ貼らないとか。まあ、つかない。つかないでしょ？油絵の具が乾いた上には？逆に乾いてへん方がつくかもしれない。そうか、そうか。そうですね。うん。は使わないとか、なんかそういう一定の物理的なことで、ちょっとルールっていうか、まあ言うたらテープ残すこと自身が分かんないんですけど、それでも、こういうの相性は、その、絵の具がずれるとか、そういうことじゃないけど、ちょっと意図的になんかしたりとかはしてます。解消するために手を下すっていうことは、するっていうことですよね。あとね、立体もやるじゃないですか。はい。やるっていうか、あれは彫刻あ、ちょっと、やってるんですか？木の塊に対して。もともとあれ、シェイプとキャンパスだったんですよ。どういうことですか？もともとを話すと、偉大な画家たちってみんな彫刻やってるでしょ。単純にそれに憧れがあって、並行してなんか彫刻をやりたいって、なんか映像とかそういうのは向いてへんけど、彫刻はなんかアカデミックでかっこいいみたいなのがあって。偉大な画家としてはそれは。ブロンズやりたいとか思ってたけど、ブロンズはまあできるわけがなくて。はい、で、まあなんかないかなと思った時に、油粘土で始め。はいはい。形を作ってなんかわかんないけど形を作って、うん、その上に張り子で最後和紙でまとめて、で最後油粘土抜いて、で底作って、うん、でちょっと補強して、うんうん、だから言うたら紙なんですよ、うんうんうん、で下地を作って絵の具を垂らしてできたものはなんか紙と絵の具っていう、うんうん、あ、そうか、紙という紙自体がたまたま膨らんだりとかしてるけども、うん、それを伸ばすと平面やから、まあ、シェイプとキャンバスとして捉えてるってことなんですね。だからキャプションとかで言うたら紙絵の具みたいなそれをやりたかったっていう、それをこうテッカテカにしてるから、はい、もう見た目なんかすごい重そうな陶器みたいな感じで、時期とかみたいな感じで見えるけど、持ったらめっちゃスカスカのもうなんか空気ですもんね。そう、ハリコっていうハリボテっていうのが初め面白かって作ってたんですけど、ハリコってエッジが出ないでしょ、うん、ふわーんと尖ってるとこに紙乗ってなので絶対丸くなるんですよ、はい、まあそのうちに形にこだわり出すようになってきて、はい、絶対丸くなるの嫌やなって思って、うんうん、なんか他の素材ないかなと思って、うん、やっぱり彫刻やったら木やろうと思って木で作るんですけど、何の彫刻のノウハウもないので、はいはい、何作っていいか分からへんし、うん、でこうとりあえず形からのみとかバーンみたいな、硬いですよねあれ、意外とね塊でこうささくれみたいなのができて、ベベとかやってるで、ちょっと休憩して帰ってきたら、これめっちゃ面白い形してるな、コーヒー飲んで見てみたらとか休憩して帰ってきたらっていう結構休憩してるんですよ。いっぺんこうリセットしてまた見た時の感じっていうのをすごく大事にしている。集中してやるとそこ通過してしまうので、そこをチェックするためにもだいたい結構一筆入れたりなんかしたら一回リフレッシュしてで客観的に見るっていう風にしてるんですけど、そうした時にあれ、この毛羽だったこの躍動感のある木おもろいってなって、これでええわって思って、でそこからまたさっきの雨のでこの軌道変わるでしょっていう話とちょっとつながるんですけど、この毛羽だったことによって軌道がいい感じに変わったりするんで、絵の具垂らすことを考えてもこの形が面白いなって。注射器やったら変な溝とかもグッていってる、いけるので描くようにいけるんですよ。筆よりも注射器の方が360度描けるから注射器でやって、それこそキャンバスはフラットですけど、この凹凸があることによって重力をより感じながらこう360度描けるっていうのもあるんで、まあシェイプドキャンバスっていうのは拡張したまんま彫刻要素を広げながら360度把握できない彫刻絵画みたいな。なるほどね。普通のシェイプドキャンバスっていうのは平面っていうのが前提で、周りの形が違うっていう意味でのシェイプドやけども、うん、もうこの平面自体ももう立体的にこうなってて、まあでも表面はもちろん平面の組み合わせなわけやから、うん、その表面を捉えて、それは支持体やというふうになってるわけですよね。うん、で、それこそキャンバスで余白を絵の一部に使うってなったのと一緒で、木に変えた時にこの木目とかの年輪やらが美しいなと思って、今まではオールオーバーで絵の具垂らしてたけど、これも絵の一部にできへんかなっていうので、最近木の作品も余白を使いながら両方が主役になるように、それをやって絵に戻ったらまた絵の方が新鮮になったりとかで、こういいバランスで振れ幅としていいんですね。でまたなんか今は彫刻の方もまたちょっと違う振れ幅でなんか作れへんかなとかって考えたりとか、まあ傍から見てるとどんどん思いついてやっていきよるなってこの人はもうあるんですけど、一歩一歩なんですこっち踏んでこっち踏んでってやってる結果がそう見えてるっていう、うん、だから安心してないっていうか、うん、安住してないでまだなんかあるはずだっていう、うん、そういう探求心というか、探求心言うたらかっこいいですけど飽き性っていや今の自分で、まあ、満足できないっていう点では飽き性っていうよりもある種の飢餓状態にずっとあるということなんですかね。何か満たされない、満たされてしまわない性質というか、満たされてしまったらもう作るだけなくなる、それか同じことを繰り返してそういう作家さんもいてると思うんですけどね、誰っていうのはまああれですけど、うん、同じようなスタイルでずっと、うん、あ、僕かマスキングテープすごいですねそうだからねマスキングテープはね、なんかシリーズでもないし、うん、パターンでもないので、うんうんうん、延々と飽きずに使える、はいはい、やっとこういうものに出会えたみたいな、これがまあ技術的なこともそうやけど、絵にそのまんまいい感じでわけわからんもんが生まれる要素になるし、レイヤーも扱えるし、これはっていうので筆に変わる、そうですね、もっとこう多様性のあるで、ある程度融通が利かない、ある程度は融通が利くちょうどいい、場合によってはリセットもできるっていう、その素材に安住するわけじゃないですもんね。その素材は安住しなくていい素材っていうことですもんね。そうだからそこがいいんですよね、うんうん、そこでワンパターンじゃなく ないくそこで逆に広がるっていうことができるんで、うんうんうん、飽きずにできるのは見っけたっていう、はいはいね、安住とかそういうものではなくなったっていう、うん、常々、1個の作品作って次の作品の中でもそうやし、うん、次の挑戦があるし、一個の作品の中でも次の挑戦っていうのにこう挑んでいける素材っていうことですよね。そうで、画家であれば絵の具飽きたっていう人いないじゃないですかそれに近いものができまあ筆に飽きたっていうのはあるかもしれないですね、使いこなせてしまって、うん、で違うもんね、木の枝使ったりとかって、うんうんうん、なると思うんですけど、指とかね足とかねもうここ出せないです著作権とか著作権がいまだに絵画に縛られてる人たちって、はい、やっぱ追いかけてるとこは近しいところが、うん、なんか言い方はいろいろ変えたり、うん、なんか、うん、そうですね同じようなこと言ってるステートメント違うように見えても結局、はいはい、多分みんな結構同じようなとこ追いかけてる人が多いんやろうなって、うん、それぞれの形であるスタイルが生まれた時の最初の1点目がいいって結構ね、うん、今日もそれと結構ワイワイ言ってましたけど、そういう点でも同じやなと思うんですけどね。まあ同じじゃない人もいてるんかもしれないけど、まあ、僕がなんかこうリスペクト しちゃう作家さんというか、ある意味嫉妬してしまう作家さんとか、そういう点で妥協しないというか、そこで勝負してる人ばっかりなんですよね。僕もそうだと思いますね。なんかやっぱこいつめっちゃ腹立つくらいいい絵描くやんけど、うん、やっぱいいわって思う人っていうのはやっぱそこら辺追いかけている人なんです、うん、そのいいの内訳が画面のバランスとか完成度っていうものだけじゃなくて、もちろんそれはね、うん、一つの要素として必要なんやけど、その根底にあるなんか一個一個の中でのほんまにこう勝負事というか、ちゃんと戦ってこうなんかボロボロになって勝ち取ってるか、うん、まあボロボロにならずにスマートに勝ち取る場合もあると思うんですけど、うん、でも何かを掴んでどやって言って見せられてる感じがして、でそこに対してやりよったっていう感情と、もう見せてくれてもうありがとうございますっていうのと両方が共存した、まあ、ある種の嫉妬を持って見ちゃうっていう部分がね、感じじゃないですか。こんだけ2時間とか3時間喋っても結局何もわからないそう、結局何かって言われたらそれは何なんでしょうねっていう話になってもらうっていうねけど、そういう絵がいい絵画なんかなって思いますね、うんうん、まあ何かはきっと見えてるんではいいんですよね。自分でわかるわけやから、うん、あるかないかっていうのが自分の作品は特にですけど見えちゃうことがあるので、掴んではいてると思うんですけど、ただそれが言葉にならないっていう、言葉にならへんのはなんで喋ってんねんっていう話になりますけどね、でも作品作って見せるやって話になるんやけど、なんか聞きたなるし言いたなるっていうところがあるんですけどね。自分自身がね、こう、何をやってきたかを、なんか理解するためにも喋ると、整理がつくっていうか、はいはい、喋りながらね、繋がってたんやみたいな感じはしますよね。その自分の中のやってきたことも、はい、だって過去に一遍やってたことがまたこう生きてくるみたいなんて結構要所要所でありますよね。もうあかんわ思ってべちゃってやった時がはぁっていうなんか出たっていう感じやし、テープの時も剥がすつもりやったものが適当にビリってやってこう破れかすと絵の具が残ったんとこ余白のこの3段階なんやこれっていうコーヒー飲んでからその時間にとかふと気がついたとか、まあ、でもほんまに見つける時ってそうでしょうね。そんなもんですね。見つけようとした時には出てこないっていう、ね、そうそこが厄介なんですよね。もう探し物と一緒でもう見つからへんと思って諦めた頃にあれ違うことやってたらね、違うもの探してたら出てきたりするっていうだからこそまあ本当のものが見つかるというかね、探して構築してなんとか盛り上げたもんってやっぱり作られ物というか、アイデアとかも結構散歩している時とか、なんか料理してる時とかに、でメモしといて今度スタジオ行ったらあるなやってみようとか、なんか絵に集中している時ってね意外とそうですね。絵のことをどうしようって考えてもなかなか思いつかないってありますね。毎回ですけどね、もう、そういうことで、もうずっと埋まっちゃう話になってしまうんですけど、でも、作家さんによって、こう、出てくる言葉が違ったりとか、角度が変わるんかな。同じものを見てるけども、違うとこからそれを見てるような感じがするんで、こうやってね、話をお聞きするのって、楽しい時間なんでね、もう終わりなき、なんか、衝動が湧いてくるんですけども、中屋敷さんの謎が解かれるということはないけども、それをこうちょっとだけ垣間見る機会にできたかなというふうに僕自身が思ってるので、見てくれる人にもそれは同じような部分があるかなというふうに思いました。今日は中屋敷智也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。